斉藤国土交通大臣ただいま議題となりました所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律案の提案理由につきましてご説明申し上げます人口減少少子高齢化が進む中相続件数の増加土地の利用ニーズの低下と所有者意識の希薄化が進行しており今後 所有者不明土地のさらなる増加が見込まれますこうした中、所有者不明土地の利用についてより一層の円滑化を図るとともに周辺の地域に深刻な悪影響を及ぼすことが懸念される所有者不明土地の管理の適正化を図ることは喫緊の課題です併せて、これらの所有者不明土地対策を推進するにあたっては 地域の関係者が一体となって取り組むこととがでできるる体制を整備すすここも重要ですこのような趣旨から、このたび、この法律案を提案することとした次第です。次に、この法律案の概要につきまして、ご説明申し上げます。第一に、所有者不明土地の利用の円滑化の促進を図るため、地域福利増進事業、 の実施のための措置及び土地収容法の特例の対象である特定所有者不明土地の範囲を拡大するとともに地域福利増進事業について対象事業の拡充土地等使用権の存続期間の上限の延長等の措置を講ずることとしております第二に所有者不明土地の管理の適正化を図るため 所有者による管理が実施されていない所有者不明土地について、その周辺の地域における災害等の発生を防止するために、市町村長が勧告、命令および大執行を行うことを可能とする制度を創設し、また民法における管理不全土地、管理命令等の請求にかかる特例措置を講ずるとともに、 これらの実施の準備において、土地の所有者等の探索のために必要な公的情報を利用・提供することを可能とする措置を講ずることとしております。第3に、所有者不明土地対策の推進体制の強化のため、市町村が所有者不明土地の利用の円滑化等に関する計画の作成や協議会の設置をする制度や、 低定未利用土地の適正な利用、および管理等を図る活動に取り組む法人を指定する制度を創設するほか、当該計画に基づく取り組みについて、国が補助することができる旨を規定する等の措置を講ずることとしております。そのほか、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。以上が この法律案を提案する理由でありますこの法律案が速やかに成立いたしますようご審議をよろしくお願い申し上げます以上で趣旨説明の聴取は終わりました本案に対する質疑は後日に譲ることとし本日はこれにて散会いたします